月の砂漠は中央アメリカに分布するサボテン科の落葉紅葉樹である。シノニムのペレスキーやオパンシフローラの翻訳で内は花キリンとも呼ばれた。月の砂漠は樹木製のこのハサボテンで寒気に葉を落とす落葉紅葉樹である。高い樹高と強力な刺しが特徴で、雨季に黄色がかったオレンジ色の花を多数つける。分布は中央アメリカに限定され、 それ以外の地域への移入は限定的である。繁殖は症、または挿し木で容易。熱帯原産の植物であるため寒さに弱く氷点下になると枯れれる。温帯での栽培は難しく、冬場は過温して温度を高く保つか、断水した上で氷点下にならないような対策が必要となる。このため日本での栽培例はほとんどない。学名の種商名は、 花が、洗脳に似ていたことに由来しており、洗脳の花といった意味で名付けられた。洗脳族の学名、リクニスと、ラテン語で花を意味する、フローラ・フローラが語源となっている。月の砂漠が自生する地域は、典型的なサバラ機構である。メキシコ・ゲレーロ州から、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカの西部にかけての中南米地域である。 これらの地域の中でも分布は太平洋側の標高0の1000メートルに偏っている。自生地では半乾燥林の中で他の樹脂と混ざって生えていることが多い。大型の柱サボテンや内輪サボテンと混成することもある。他のこのハサボテン類の自生地とは重複しない。月の砂漠の和外木。乾季で葉落とし、針のついた棒になっている。差しが刺さると極めて痛い。 樹形は通常の樹木と同様で、リンゴの木に似ている。この葉サボテンの中では最も高くなる種であり、5から10メートル、最大で15メートル以上の高木に成長する。根、ね、近くの直径は40センチメートルほどにもなる。このように大きくなる個体の多くは、競合する他の樹木が存在する場合で、開けた土地の場合は5メートルほどにしかならず。 水平方向への伸長を優先する。幹から若い枝まで強力な刺しに覆われる。根の形状の詳細は知られていないが、主根がある。開根は形成しない。古い木では太い根が土の上に浮き上がる。刺しは、この葉サボテンの中でも最も強力で、長さは最長で16センチメートルになり、鋭く硬い。単純な針状の刺しであり、 逆刺しや野木刺しは見られない。若い枝で2から7センチメートルのものが数本、古い枝で3から1 2トルが10から30本付き、出る。短い刺しはほとんど見られない。刺しは若い時緑で、後に赤、灰色へと変化する。グアテマラでは、針の代わりに使用される。月の砂漠の若い枝葉は2から8センチメートルの小番状。肉厚で、 瞬脈が明確でなく、葉脈は根元から分かれ、他のこのハサボテン族のものよりもうちはサボテン赤のペレスキオプシス族に似た印象がある。寒気が始まると徐々に葉を落とすが、膝から二次葉が出るため、浮気になると急速に葉を茂らせる。光合成は C3 が主で、CAM 型光合成経路は存在しない、可能性が高い。 直径6センチメートルほどの黄色がかった明るいオレンジ色の花を6から10月に咲かせる。縁にギザギザが入った花びらが印象的。受粉した場合、2.5から4センチメートルほどの黄色みがかったような仕方の実ができる。種は長さ3ミリメートルほどで黒い。ありがとうございます。